こんにちは。本日もインスタライブを始めていきます。今日はね、ちょっとマグネットジェルのいろいろデザインを、最近ね、リールの方にちょっと早送り動画もアップしたんですけれども、そちらなども含め、マグネットのデザインをいくつかご紹介していきます。こんばんは。よろしくお願いします。なのでね、今日、この間、リールにアップしていた、こういう、ちょっとオーロラのデザインや、こういうマグネットジェルを使った簡単ギャラクシーネイルや、あとね、ちょっと時間あったら、ここのデザインをサロンワークの写真アップした時によくね、聞かれたので、ここのデザインもご紹介をしていきます。全部とても簡単なデザインなので、すぐにね、実践していただけるデザインとなっております。でね、今日はちょっとマグネットジェル使っていきましょう。で、最近ね、新しく発売した方のマグネットジェルがちょっと大人気なんですけれども、こういうね、すごいギラギラしたマグネットジェルですね。これもちょっとね、後で使いますが、これ以外にも、今までの既存のマグネットジェル、キャッツアイね、とっても可愛いお色がいっぱいあるので、この元々発売している方のキャッツアイを使って、ちょっとね、デザインをしていきます。あ、こんばんは。よろしくお願いいたします。ね、こちらね、結構前に作ったサンプルなんですけれども、あとね、この、なんと、こちら、気まぐれキャットとベティジールと、あとね、プリジェルの方もなんですけども、パンフレットが新しくなりました。なのでね、載ってるデザインとかも、結構ね、一掃されて、新しくなったデザインが、たくさん載っているので、ぜひね、こちらも、パンフレット、中に載ってる、サンプル結構ね、新しく変わっているので、ぜひね、チェックしてみてください。はい。じゃあね、今日は早速、ちょっと今までの、こちら、マグネットジェルを使ったデザインをご紹介していきます。で、まずね、最初に1個目。こちらのオーロラのデザインから作っていきます。このね、オーロラのデザイン、サロンワークとかでも、実際出たりして、とっても可愛いデザインなんですけれども、こちらに使っていく、ジェルはですね、必ず他のキャッツアイのシリーズではなくて、このオーロラのデザインだけは、このオーロラシリーズ、ここですね、オーロラカラー3色発売しているんですけれども、必ずこちらの3色を使ってください。まあ3色全部使わなくても2色とかね、組み合わせても可愛いんですけれども、必ずこのオーロラカラー、って書いてある3色から選んで使っていきます。というわけでね、まずはこのオーロラの3色のマグネットジェルのキャッツアイをちょっとご紹介からまずしていきたいと思います。で、例えばなんですけれども、他のね、マグネットジェル結構これいっぱい色が出ていて、この何も書いていないシリーズもあれば、シェルカラーって書いてあるシリーズや、あとね、パールカラーって書いてあるシリーズと、マグネティブフォースって書いてあるシリーズがあって、マグネティブフォースはこういうコンテナタイプに入っていて、光がね、すごい、なんだろう、上品というか、きらめきがとても大人のような輝きが出るシリーズなんですけれども、ボトルタイプだけでも結構種類が出ています。で、オーロラカラーはちょっと今から使うので、ちょっと説明を後にして、シェルカラーというシリーズもあるんですけれども、シェルカラーという、ここの5色あるお色味は、ここですね。ここか。ここがね、シェルカラーとなっております。このちょっと透け感もあるんですけれども、ちょっと黄色み帯びて光るっていう感じですね。ここの5色とも。ちょっと光当たると、ちょっと黄色く光る。ちょっと透け感のある、ラメ感強めのお色が、こちら。シェルカラーの5色になります。でですね、ここで何も書いていないシリーズは、この辺がそのシリーズなんですけれども、ここら辺ですね。ここら辺や、あと、そうですね、この辺とかもそうなんですけども、ちょっとラメ感が強いシリーズになっております。で、ここのパールカラーというシリーズは、このあたりですね。この、ここや、
あとこちらですね、このあたりがパールカラーシリーズなんですけれども、パールカラーが、どれかというと一番この斜めに入った光がパキッと一番見えるシリーズなんですけれども、光がとっても大人っぽいシリーズですね、がパールカラーになっております。結構ね、パールカラーは本当に10本全部持ってきたりしてもとっても上品に光るので、可愛いシリーズになっております。あ、オーロラの3色好きですね。可愛いですよね。私もすごい大好きです、オーロラの3色ね。で、例えばですね、ちょっとね、似たようなお色を塗ってきたんですけれども、例えばこのピンクみ3色ありますよね。これがパールカラーです。こんな感じ、こんな感じです。ちょっと光どの辺が見やすいかな。この感じ、パールカラーです。で、この6651は、6651は、でもね、こっちに入るのかな。6651はそうですね、風車アイなので、なんかちょっとこのやっぱりパールも、6651の風車アイだとパール感も入ってるんですけれども、ラメ感も入っているカラーになりますね。で、こっちのもうピンク、ディープピンクアイですね。とかだともう本当にギラギララメが光るようなカラーになっています。こういう感じで、同じピンクみを帯びてるカラーでも、このシリーズとか色味によってね、このパールだけだったりラメが入っていたりとかで結構変わります。このブルーもこういう感じで、ね、結構色味でも変わるんですよね。このやっぱパールカラーとこのラメが結構入ってるシリーズで似たようなお色でも、この見た目が結構変わります。色味は一緒なんですけどね、結構見え方が変わってくる感じになっております。で、早速ね、ちょっとオーロラカラー3色あるので、ちょっと1色はね、ちょっとライブやりながら塗っていきたいと思います。で、まずこれがオーロララメールアイです。こちらです。これね、可愛いですよね、この色も。オーロララメールアイです。で、こちらがオーロラソレイユアイになります。で、もう一個ね、ちょっとオーロラフルールアイをちょっと試しに塗ってみましょう。で、必ずね、こちらキャッツアイはボトルをしっかり振っていきます。しっかりね、振っていきます。もう下の方にこのマグネットで動く成分が溜まってしまうので、久々に使うとき全く混ぜないで塗ってしまうと、色はしっかり塗れているのにマグネット当てても光が寄らないっていうことが起きてしまうので、しっかり混ぜてから塗るようにしてくださいね。オーロラフルライちょっと塗っていきます。で、このオーロラシリーズはですね、この単色で塗った時とベースに黒色を塗った時で結構ね、雰囲気がすごい変わるんですけど、オーロラシリーズは単色で塗っていくとこんな感じで、かなり一度塗り目淡いです。例えば一度塗り目でこうやってマグネット当ててもらっても、ちょっとこういう感じで光が見えるかなっていう感じです。周り結構ちょっと黒が残る感じで、あんまり色が出ないところになりますね。なのでここの光の部分にしっかり色が出るという感じです。これとこれはちなみに二度塗り目がされております。ちょっとね、もう一回ちょっと塗っていきましょう。で、ちょっと一回固めてからもう一回上から塗っていきます。で、こういうね、透け感があるカラーの場合は、私1回目と2回目両方ともマグネットをいつも当ててサロンワークとかでもしているんですけれども、このやっぱ透け感あるカラーだと、この2度塗り目塗った後もこの1度塗り目のちょっと光見えますかね、この下でさりげなく斜めにここ光ってる部分があるので、この2度マグネットを当てることによって、この透け感のあるカラーの場合はより光がくっきり出ます。で、これは、パールカラーとかだと、一度塗り目、全く見えなくなっちゃうので、もう二度塗り目だけ当ててもらえれば大丈夫です。例えば、この、ベースにブラックを塗ると、どうなるかっていうところ、ちょっと待ってね。黒子が、なんかあんまない。どうなるかっていうのをやっていきます。ね、こんな感じです。この、オーロラシリーズのラメールですね。ラメール1を二度塗りでこんな感じのカラーになります。ちょっとこれキャンジェル塗っていきますね。こんな感じでちょっと透け感はあるけど、ちょっとね、周りに黒が寄って、この光のところが赤く発色するというカラーになっています。で、そしたらね、ちょっと黒を今度塗って
みましょう。黒をベースに塗った上で今のオーロラシリーズを塗ってみましょう。こんばんは、よろしくお願いいたします。今ねちょっとマグネットジェルの説明からなので全然ね大丈夫ですよ。ちょっとベースにね黒を塗っていきます。今日もね私の大好きなどっちみち黒がねちょっと減ってきてますね。だいぶベティジェルの黒子を塗っていきます。黒子ねすごい私塗りやすいし、ベティのカラーがそもそも今すごい白のユリとか赤のねベニコとかすごい好きで使っているんですけれども、こんな感じのしっかりとね一度塗りでもちょっと透け感あるかなぐらいでしっかりお色味が出るシリーズになっています。今ねなのでこんな感じでちょっとオーロラシリーズがこれで3色揃いました。こんな感じです、オーロラシリーズの3色。この光を当てたところ、マグネットを当てたところに光がキュッと寄ってくるという感じですね。で、黄色、ブルー、赤の3色になっています。こちらのね、3色ですね。こちらの3色がオーロラシリーズです。で、この後に作っていく、この間ね、リールであげたマグネットのオーロラネイルなんですけれども、必ずこのオーロラカラーの3色を使ってもらいたいというのには理由があって、この光のところ以外はそんなにこの黒い粒々がちょっと残ったりとか、ちょっと肉眼で見ると少しだけ光ってはいるんですけれども、そんなに他の色が重なっても影響しないという特徴がありまして、なのでね、例えば今こうやってベースにブラックを塗った状態で、今度このオーロララメールアイの方塗ってみましょうか。オーロララメール、ちょっと一回振りますね。オーロラメールアイを塗っていきます。ちょっとしっかり振りましょうね。よいしょ、大丈夫かな?ちょっとね、オーロララメールアイを塗っていきます。で、これもちょっと全体的に一回塗っていきます。で、この全体的に塗っている時点だと、こんな感じです。もう普通にパールカラーという感じなんですけれども、これをマグネットで斜めにピーって寄せていくと、こういう感じで、この黒のところ本当にちょっとキラキラ残るかなっていうぐらいで、そんなに、なんだろう、黒のまま、こちらですね、例えばこっちのブルーベリーアイとか最近発売している方のマグネットシリーズだと、黒とかを塗って、例えば先端に寄せてグラデーションとかしても、青みが結構残って、例えばネイビーになったりとか、赤とかでもボルドーになったりとか、お色味に結構なんだろう、この黒のところに結構色が主張して残るんですけれども、このオーロラシリーズの3色はこの黒の部分はほとんどもう黒のままという感じで、ほとんど色が影響してこないです。なので重ねて使ってあげたりとかしても他の色に邪魔にならないですね。あ、そう、黒子ちゃんね、そう、私もねこれ2個在庫あったんですけど、どっちみちどっちもほぼほぼないということに気づいたので、この間もねキャンポケ行ったんですけど、またちょっと私も買いに行ってきますね。でもね使いやすいですよね、すごい、とってもオーロラカラーのちょっと3色の使い方とこういう感じですよというのをちょっとねご説明していったので、早速ねこちらのオーロラのネイルをね作っていきますね。こんな感じですね、ベースに黒入った感じと入ってない感じ、どっちも綺麗ですよね。この透け感もねとっても可愛いですよね。こんな感じでオーロラシリーズのカラーになります。で、そしたらじゃあこちらねチップの方にまたねこれはベースに黒子を塗っていきます。黒子がなくなってしまう、ちょっとね無理やり取っていきましょう。まず全体的にねこれはいつも通り黒を二度塗りしていきます。ちょっとね根元から先端の方にかけて塗っていって、でね、これ一度ライトに入れて硬化をしていきます。で、LED ランプで30秒ですね、黒子も硬化をしていきます。
マグネットバーはいつもの四角のバータイプではなく、この丸いサークルを使っていきます。サークルもこちらですね、キャッツアイのマグネットサークルを使っていきます。この時に色は何色からでもお好きな色を選んで塗ってください。そのね、お色からでも大丈夫ですよ。で、今日はちょっとこちらからいきましょうか。オーロララメールアイから塗っていきます。で、これまず一回全体的にさっきと同じように塗っていきます。同じように塗っていきます。こんな感じですね。で、ここにこの丸をギュッと当てていきます。こんな感じです。丸くね、出ます。かわいいです。で、これすぐ固めましょう。で、さっきのこの今ね、見てもらって分かったと思うんですけど、これはマグネットのバータイプの方はこうやって当てると、この当てたところのマグネットの中心のところにこうやって線がシュッて寄ってきます。あの、別にこう当ててこう当てて真ん中に寄せたわけではなく、真ん中にこうやって当てて光を寄せますが、こちらのサークルタイプの方はですね、今こうやって当てました。なので、こう当てて丸くここに集まるわけではなく、こうやって当てるとマグネットのないところに光が寄っていきます。こんな感じでーす。で、そしたら次2色目いきましょう。どの色でも組み合わせ可愛いんですけど、青だから分かりやすくソレイユアイの黄色の方いきましょうかね。で、今度このオーロラ作るときに、今度は全体的に塗らず、ここがね、ちょっとポイントですね。今ここに光がこうやって集まっています。ここに光が集まっているので、この光が集まってるところから集まってないところのグラデーションの境目ぐらいのところを塗っていきます。こんな感じです。見えますかね。この光が集まっているところからどんどんグラデーションでなくなっていくところの境目まで塗っていきます。で、そしたらまたね、このマグネットを使ってまたこの境目ギリギリを今度攻めていきます。こうです。で、これ一回ライトに入れて硬化をしていきます。こんな感じです。なんかこれだけでもね、あのちょっと三日月みたいな感じでとっても可愛いですね。ここの、なのでブルーがなくてイエローのこれだけとか作ってもらうと、なんか三日月みたいなネイルになってね、それもとっても可愛いですよ。で、こちらオーロラフルールアイの赤のジェルいきましょう。で、またね、先ほどと同じように、この今度は黄色の光があってないところにかけてのこのグラデーションの光がなくなっていくギリギリのところまで塗っていきます。あんまり空きすぎちゃってもちょっとね、離れてる感じになっちゃうので、結構ね、ギリギリまで攻めてます。このぐらいです。で、そしたらまたこの塗ったとこギリギリまで攻めていきます。このあたりですね。こんな感じです。で、これライトに入れて硬化をしていきます。ここでどんどん重ねて塗っていくので、あの仮硬化してもらって大丈夫ですよ。ね、これすごい綺麗ですよね。私はこのオーロラシリーズの3色、ここですね。このオーロラカラーの3色ね、とってもおすすめのカラーでございます。本当にね、ワンカラーで塗ってもらっても可愛いですし、ベースに黒を塗ってもらって、スッとしてもらっても可愛いですし、もうこれだけでもね、とっても可愛いですよね。これをそのまま続けて、同じように、またこのギリギリの黒い部分ね、に塗ってもらって、またギリギリのところに光を寄せていきます。こうですね。で、これまた一回硬化をしてもらってという感じで、これね、どん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 重ねていきます。あ、セルフネイルもね、全然マグネットは本当に、技術が難しいとかではなく、本当にこのマグネット当ててもらうと光が寄るっていう仕組みなので、全然ね、セルフの方にもとってもおすすめのものになります。失敗するっていうことが基本的にはないので、とってもおすすめです。でね、こんな感じで、ちょっとここら辺、最後、端っこを少しだけ赤入れときましょうかね。例えばこの辺とかにちょっとだけ赤を入れておこうと思います。
で、これもね、またマグネットで寄せて、こんな感じです。ライトに入れて、一回、最後はね、しっかりと完全硬化をしておきましょう。良品キャッツアイパウダー、パウダーで作ってみても、そうですね、この場合だと、どの色でも、このデザインだと、この光の色味で変えているんですよ。このパウダーだと混ぜちゃうと全部同じ光り方が一緒になってしまうので、ちょっと難しいかもしれないです。この光が黄色になったりブルーになったり赤になるっていうのを活かして作っているので、このデザインの場合だとちょっとオーロラカラーが3色あった方がいいデザインですかね、これの場合だと。で、一度、そしたらね、この上にちょっとね、普通にオーロラのデザインを描いていくので、まあ、マルチコントロールクリアとかでもいいですし、まあ、でも、後でキャンジェルで仕上げちゃうと楽なので、クリスタルトップ塗りましょうかね。ちょっとクリスタルトップを塗っていきます。で、今の段階だとまだね、この、各オーロラジェルのデコボコ感が見えておりますが、ここにトップジェルを塗っていくと、このデコボコ感がなくなって馴染みます。馴染むので、このね、よりオーロラの7色感が生まれてきます。なので、これ全面にやりましたが、前ね、ちょっとサロンワークで実際にやったんですけれども、ベージュを塗ってもらって、爪先に一部分だけ、その時はね、黒じゃなくて、茶系のパールカラー先端にストーンっぽく塗ったんですけど、そこにこの3色を塗ってもらってマグネット当てて、その上をねスカルプ&トップでぷっくりさせるっていうデザインを前にサロンワークでやったんですけど、それもねマグネットのパーツっぽくなってとっても可愛かったので、こちらおすすめでございます。あ、いえいえ全然ですよ、いろいろね聞いてくださいね。こんな感じですごい可愛いですよね。この見る場所で色が変わると、色が動くようなイメージですね。ちょっとこんな感じです。ここら辺のね集まってるところとかもとっても可愛いですよね。で、これねとっても簡単なので、ぜひねこちらすぐできるデザインなので、ぜひぜひ、はい、ぜひやってみてください。で、例えばね、ここにこれハイリッチのホワイトです。これね7601番ですね。ハイリッチのホワイトとかで、もう普通にね、キラリンマークとかを書いてもらうと、簡単にもう宇宙のデザインが完成します。ね、筆先にジェルを取ってもらって、ちょっとキラリンマーク書いていきますね。このね、オーロラシリーズ、もちろんね、今大人気のすごいギラギラしているシリーズもとっても可愛いんですけど、このね、もともと出ているキャッツアイのシリーズもとっても可愛いので、ぜひね、多分最近ね、キラキラ系が今サロンワークでもとっても出ると思うので、ちょっとね、眠っていたりすると思うので、ぜひね、こちらのオーロラシリーズもぜひ使ってみてもらえると嬉しいです。これね、結構サンプルとか作っておくとね、お客さんが、可愛いって言ってくれるシリーズだし、マグネットでね、全部作っているので、失敗することがないので、とっても簡単なデザインとなっております。こんな感じで、ちょっとね、描いてもらうと、ちょっと宇宙っぽくなってきますね。中に入れて硬化をしていきます。で、このねちょっとキラリン模様を描くのちょっと難しいかもしれないという方には、こちら気まぐれキャットシリーズから発売しているこちらステッカーです。ステッカーでね、この星座の模様が入っているんですけれども、ここにこのキラリンマークがちょこちょこ入っているので、キラリンマークを貼って、で、周りにね、ハイリッチとかで、てんてんてんって書いてもらったりとか、このユニコーン自体をね、入れてもらってもとっても可愛いので、ぜひ、こちらも試してみてくださいね。こんな感じでーす。これ一回ね、ちょっとトップ塗っちゃいましょうか。そうですね。私はね、そう、ネイルスクールですね。卒業しているの。美容学校じゃなく、ネイルスクールの方を卒業しております。そう、スクールに入ってる時に、検定とか受けて、
サロンワーク始めた感じですね。こんな感じです。とってもねこちら可愛いのでぜひお試しくださいませ。というわけで今ねちょっと一つ目のオーロラのデザインをこちら作っていきました。で二つ目はもっとさらに簡単なデザインをちょっと作りたいと思います。1個目ねこちらです。